はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。ペルソナ4ザ・ゴールデンということで、皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。この前たくさん動画を投稿してまいりました。約3年ぐらい実況等々させていただいております。ただ病気でね、ちょっと半年ほどプレイできない時期がございました。ただありがたいことに、その間もチャンネル登録してくださる方増えておりまして、現在2022年23年ですね、の2月の末日になっておりますが、206名ほど登録していただいております。ありがとうございます。本当にね、2019年の9月から始めてですね、しばらく鳴かず飛ばずの時期もございましたが、まあ、一気にですね登録してくださった方が増えておりまして、結構一気に増えたなっていう感じはしますかね。今年2022年かな、結構増えたなっていう感じはしますね。ありがたいことにね。まあ、ただ配信とかでね、プレイしてて、結構その時は露出があったんだけど、配信がちょっとね、プレイできなくなって、病気の都合とかもあってね、ちょっと目が痛くなったりとかですね、頻繁にしたりとか、指がね、ちょっと動きづらいとかいうこともあったりして、なかなかですね、配信ができづらい状況だったので、ちょっと配信を諦めてですね、まあ、こういったプレイ動画という形でお届けさせていただいております。ただ皆さんとね、コミュニケーションをね、取れるような話題はね、いっぱい提供していきたいなと思っておりますので、できるだけ雑談等を交えながら喋っているという状況でございます。で、この動画投稿されるのはね、2024年のね、7月になってまして、ちょっとどうなってるかわかりませんがですね、その頃にはですね、1万名目指していますという状況になっていたらいいなと思いますので、ぜひぜひ皆さんサポートしていただいて、チャンネル登録して、楽しんでいってください。ということで、Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about half a year, about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I am aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing, 待ってね。I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、ちょっとね、今回は連続で撮らせていただいておりまして、連続って、まあちょっと時間空いてるんだけど、すげえ眠くてね、今ね、4時間しか昨日寝れなかったんですよ。疲れてたからね、早めに寝ようと思ってね、結構早く寝たんだけど、やっぱりね、起きちゃうんですよね。で、たまに夜更かしちゃうときはあるんだけど、夜更かしちゃったときに限ってですね、結構長時間寝れるんですよね。不思議とね。でもそうすると次の日も夜更かしになっちゃうから、結構ね、時間有効に使うためには早く寝ようという感じでやっていきたいなと思ってます。皆さんね、8時間とかね、寝るの余裕かもしれないですけど、私は基本ね、多分早めに寝た時はね、4時間ぐらいしか寝れないんで、基本ね、早く寝ようと思って、ね、早く寝て、しっかり疲れを取ろうと思って寝てもね、起きちゃうんですよ、勝手に。ね、前はそんなことなかったんだけど、こう病気になってからね、ちょっとそういう症状が、ね、出てくるようになってしまって、ね、すごいね、疲れが取れなくて困ってるんですよ。最近ですね、運動するとですね、リハビリも兼ねてですね、ちょっとちょっとだけね、今までよりもね、強度を上げた運動をするようにしているんですよ。その影響でですね、ものすごいね、疲れやすくなっててですね、なんかね、それの影響もあってね、なかなかね、日中の眠気も取れないという状況にはなっております。まあ、なのでね、早めに寝ようっていう感じにはなってるんだけど、まあ、2月の末日なんだけど、結構ですね、まだ寒波がね、来てるっていう状況でございまして、まあ雪が降ったりとかですね、マイナスに気温がなったりとかですね、そういった状況になっております。で、3月にもう近いから、そろそろね、暖かくなってきてるかなっていう状況かと思いきや、ここをあとね、まあ2月抜けるぐらいまではちょっと寒いという状況みたいですので、まあ2023年の冬は、こんな感じだったということをですね、私の実況を聞いて思い出していただければいいなと思います。で、今日はね、文化祭ということでですね、やっていきましょう。いよいよですね、文化祭本番当日ということでやっていきます。ということで準備いたします。少々お待ちください。はい、この準備いたしますと言っているときは何をしているかというとね、コントローラーを握っております。というのもね、私、ちょっと指が動かないというのもね、ずっと公言してるんですが、なかなかね、このコントローラーを握った状態でですね、しょっぱな、ご挨拶するというのはできなくてですね、一瞬コントローラーを握るという時間がね、どうしても必要になってきております。
はい、ということでですね、明日文化祭だということで、今日は早く寝ようというね、話になっていたので寝ちゃいましょう。明日から文化祭に備えて今日は早めに寝ようかということで、もう寝るしかないので寝ちゃいます。うん、さて、いよいよ今日から文化祭だ。クラスの出し物は成功するだろうか。学校へ急ごうということで、10月29日、土曜日朝、行きましょうか、学校にね。うん。さあ、今日はもうほんと文化祭だけで終わるって感じかな。クラスの出し物、合コン喫茶。客が誰も来ない。いや、この企画結構来ると思うけどな。合コンやってまーす。しかもゆきちゃん立ってんでしょ。もう恥ずかしいなこれ。うん、そもそも人通りがあんまり。見てってもらうには桜が必要かな。まあそれもあるし、やっぱ SNS じゃない。 SNS 桜、インスタグラムやったら、インスタグラム俺らで。寒くね。仕方ないだろ、客来ないと始まらないし。人通りもあまりないんだから確実に呼び込まないとさ。まあ人通りがないっていうのはちょっと痛いよね。クラス的にそんなでも人通りがないクラスでもないよね。2階か。けどここにいるの5人で奇数だし。チーズ。先輩方、様子見に来ましたよ。すげえタイミング。でも男4の女2だろ。お前らどうせ明日女装すんだろ。どっちか女の席に座れ。はあ、誰が。潔く女子の席に座るか。そしたら、あ、君がそっち行くんだ。いや、しょうがないじゃん、そこは空気読んで。意外なやつだよ、まったく。じゃ、始め。初めていいよ。いやー気まずいね。何喋んだよ。開始してくれ。いや、あんたが喋るよ。そんな仕切ってんだったらさ。沈黙が重い。女性になったつもりで何か質問してみようか。好きな女性のタイプは、この中の女性誰が一番好き。まあ好きな女性のタイプ聞いてみようか。ベタに乗ってきやがったなあいつ。つか、なんなんすかこれ。合コンの真似。じゃあ俺から。そうだよ。かわいい子かな。かわいいっつってもいろいろあるぞ。仕草がかわいいとか、顔がかわいいとかさ、体型がかわいいとかさ。俺は優しくてちょっと儚げっつの、守ってあげたくなるような。あー、ようちゃん、ようちゃんそういうタイプか。ようちゃんはでもなんか知恵ちゃんが合ってると思うよ。やべえ、なんだこれ。ほら、次漢字。あ、俺はその、ちょっとミステリアスってか、強いように見えて意外にっていうか。漢字はもう完全にさ、直人くんなんだよ。それ誰のことだよ。じゃあ彼氏にするならこの中で誰がいい。だからいきなり聞くなっつの。いいだろ別に。はい、里中さんから。おっと、ちえちゃんが振られてるぞ。話を。ちえがこちらを見てる気がする。なんとかしてくれという合図だろうか。ゆきちゃんに話を振る。無視する。ゆきちゃんに話振ってみようか。私、彼氏にするには。お互いの彼氏だからね。無理だよそういう話は。
だよね。知恵から感謝の目配せをされた。じゃあ次だね。彼氏にするなら誰だって。ん、陽介、幹事、無理、まあ陽ちゃんかな。やっめろそのノリ、こえっつの。愛の形はそれぞれとか俺に言ってた気が。ないない。まあ頼りがいがあるし、そこそこかっこいいってのは認めるけどね。自分で言っちゃう。陽介はなぜか誇らしげだ。はあ、うん、ちむく重い。あ、リセッチ来た。先輩、盛り上がってま、あ、せんね。あ、リセッチが客呼び込んでくれれば。じゃあまた。合コン喫茶、失敗だな。いや、他のクラスメイトは何やってんだよ。あれ合コン喫茶ダメなの。妙な雰囲気のまま文化祭1日目が終わった。せめてもう少し校内を回ってから帰ることにした。え、マジかよ、合コン喫茶失敗だったか。校内廊下、ちょうど資料館でだってよ。このクラスいいな、楽そうで。俺らのクラスなんて劇だぞ劇。恥ずかしいったらもう。一条くんと全然こう絡んでないからな。まあそう言うなよ、ハム。ハムじゃねえよ、ハムレット。つかやりたくねえの。ロミオとジュリエットとハムレットだぜ。もうそんなの出落ちじゃん。出落ちなら明日のテリオンだろ。お、そうだった、明日のミスコンは見に行くからな。いいか、優勝狙いよ。長く一応と楽しく過ごした。あ、いいです、先輩一人でどうぞ。あ、彩音ちゃんと一緒に行くのか。彩音ちゃんがあれか、このお化け屋敷主催してんの。こういうの苦手で、汗出てきちゃった。先輩嫌だ、人にしないでください。おお、そうだ、目をつぶって。あ、いたたたたた。え、あれこれ、え、ごめんなさい。ごめんなさい先輩。わあ、ちょっといい雰囲気になってっちゃう。すみませんでした先輩。あやねちゃんが確か太陽のあれだったよね、コミュニだったよね。笑顔が素敵ですね。そのおかげで怖くなかったです。あやねと楽しく過ごした。ほんとこの人はいろんな女の子引っ掛けてくんな。学校の友人と文化祭を見て回った。さあ、例のごとくね、また目が痛くなっておりますね。ちょっとね、プレイする前にね、ちょっとアクシデントがあってね、若干またね、ダメージ受けた状態でプレイしてるんで。明日7個も行くよ、お父さんと一緒だよ。あ、こういうの嬉しいな。あ、でもちょっと気恥ずかしいな。今日出れる外に。明日の文化祭を2日目に備えて、もう部屋に戻って寝ようと。やっぱりちょっと、あれだね、明日がもう仮装と、ミスコンと両方とも多分、明日2日目にあると思うから、結構1日目、長くなるかと思いきや、そんなに長くなかったね。いい野菜だ。お前たちが頑張ったせいからなと。はい、ということで、お姉ちゃんま、あ、お姉ちゃんだ、お兄ちゃんね。奈々ちゃんは、お姉ちゃんはダメだったのかな。お兄ちゃんがやっぱ希望だったのかな。まあ異性の兄弟が欲しいっていう気持ち分かるよね。でもね、どれ、さて、堂島さんに会場向きの鍋を入れつつ、楽しみだな。さて、目がねまためっちゃ痛くなってきた。なんでだろうね、最近ちょっとね頻度がね多いんだよね。おう、テリオン、今日早く寝たらどうだ。明日も文化祭だろ、誰かも楽しみにしてたぞと。ちょっとここでね1個セーブ取ろうと思ってます。もしかしたらだけどね、まあちょっと選択肢が出てくるかもしれないからね。明日の文化祭2日目に座って今日は早めに寝ようかと。あ、オプションでね、新しい、そう、なんていうのかな、選択肢見たいときに見てみようかなって感じしましょうか。さあ、文化祭の2日目、コンテスト開催前の教室。そう、ここでみんな分かれるのかな。
先に助走してから行くのかな。何今さらおじけづいてんの。こっち来て座って。ほらほら幹事くんこっち。おお、みんな結構いちいちやってくれるのか。多分あれだよね、ちえちゃんは陽介で、幹事が伊勢ちゃんで、テリオンは多分ゆきちゃんがやってくれるんでしょう。大丈夫、痛くしないよ。困るよ、痛くされたら。もうすぐ女装コンテストが始まる。女装が先か。おとなしく一個のメイクアップを受けるしかないようだ。うん。クマはどうしたら。クマはね、なぜかここにいるんだよね。クマも参加することになりました。野望のために優勝をもらうクマ。なんだよ野望って。暇そうだったから飛び入り参加で手続きしといた。あんた道連れ増やして。ここの学校の生徒じゃないってバレたらどうすんだよ。ま、申し込んじゃったんならもうどうしようもないか。ナオト君、手空いてるよね。クマ君の担当お願い。僕ですか。クマナオト組でのし上がるクマ。それじゃあまずは素敵にメイクアップ。ナオト君なんだかんだ言ってさ。そうだね。じゃあ化粧道具借りてくるんで。一通りこういうことはできるんだよね多分ね、ナオト君ね。待つクマ、勝負は道具選びから始まるクマ。ねえ、つけまつげは必須だよね。のうよ、どんどん持ってこい。さて、どうなるかな君たちは。始まったわね。うん、ちょっと待ってね、鼻がまた出てきちゃった。ちょっと待ってね。はい、すいません、また調節しておりました。鼻水ね、ちょっとね出過ぎちゃってて、もうほんとね、アレルギーも多分あると思うから飛んでるよね多分ね、なんかね。レディース&ジェントルメン、文化祭2日目の目玉イベント、ミスハチ公コンテストの始まりです。うん、ミスハテナハチ公コンテストの始まりです。早速1人目からご紹介しましょう。稲葉の美しい自然が生み出した暴走特急、破壊力は無限大。漢字からか。1年3組、辰巳漢字ちゃんの登場だ。漢字の担当をしたのはリセチーだったよね。キッポ、これはひどい、ひどすぎる。さあ、僕も近づくのが恐ろしいんですが、チャームポイントはどこですか。目。一番手がこれではもうかすんでしまうんじゃないでしょうか。崖っぷちの二番手をご紹介。ジュネスの御曹司にして爽やかイケメン、基地を開けばがっかり王子。元々の紹介文がやだな。2年2組、花村陽介ちゃんの登場だ。陽ちゃん結構いけんじゃない。ダメだな、顔がもう完全にさ男の顔だもんね、陽ちゃんもね。やっばい、花村先輩以前行くと思ったのに。いや、これいそうで怖い。さあ、気合が入った服装ですが、普段からこんな感じで。なわけねえだろ。ねえですわよ。何すか、偽物じゃないですか。まあそういう趣旨も入ってたでしょう。それ以外の何だと思ってたんだよ。僕ももうお腹いっぱいになってきました。続いて3番手、この人の登場です。都会の香り漂うビターマイルド、泣かした女は星の数。それはちょっとありえるな。2年2組に舞い降りた転校生、テリオン実況ちゃん。やめて、
これはさ、ゆきちゃんが悪いわ。なんで先輩、こんなの出ちゃうの？ああ、先輩ってクールだと思ってたのに。さあ、物議を醸す出場ですが、自分で立候補？当然です。友達に無理やり気になってる子に推薦されて、気になってる子に推薦されたことにしようか。暴露の焦点がずれてるから。つーか柏木、純粋な青少年を傷物にしやがって、絶対トラウマになったぞこんちくしょう。柏木が悪いっていうわけじゃないだろう。それ味方で言ったサビだぞ。陽介が先にミスコンにみんなをね応募させたからだろう。さて最後は飛び入り戦か。出場者たちのお仲間が登場です。自称王様フロムテレビの国、キュートでセクシーな小悪魔ベイビー、その名も熊田ちゃんだ。あら、これはいけるんじゃないか。熊、あとぶち抜くさ。これ出来上がってんな。これ、あれならいける。投票が行われた今年のミス八甲コンテスト。そんなんクマ一択でしょう。大きな支持を集めました。飛び入り参加の熊田さん。優勝した熊田さんには素晴らしい商品が。本日午後の部に行われる正真正銘の女性たちによるミス八甲コンテスト、その栄えある審査員の座をプレゼントします。うひょーい。おお、審査員の座ね。これは一波乱ありそうだね。審査員の座かよ。せこいよな、前座の商品は。審査員であんなに喜ぶなんてなかなかできないよね。あんなに喜ばれるとなんかこっちまで嬉しくなるね。無駄にピュアよね、クマのやつ。それでは熊田さん、優勝のお気持ちとミスコンの審査員になった感想は？待ちに待った日が来たですね。午後の審査はじゃじゃーん、水着審査をするべがな。何言い出してんのあいつ。そんなのあるわけないじゃん。水着なんて持ってないよ。あのクマ、始末した方が。ユキちゃん、ところどころでブラックユキちゃん出てくるからな。いや、勝手に言ってるだけですから。わ、ナオト君の水着ちょっと見てみたいな。いいわ、この流れ。柏木先生も水着出てくるんだ、大谷さんと。制服に着替え会場に戻った。女性用衣装を手に入れた。女装用か。これ戦闘で使えるのか。その後ミツコン控え室。せいぜい着飾んなさいな、ガキンコちゃんたち。柏木先生、何あの高校生に喧嘩売ってんだよ。そこはちょっといいじゃないか。頑張りなって言ってあげなよ。漫画のキャラかよ。え、柏木の優勝狙いって真顔なわけ？さっき優勝した熊田さんから差し入れです。水着だそうです。ちょ、いらないって。大人の魅力さらけ出すわよ。ま、私は自前の水着だけど。私も自前ですけど。何なのこの人たち。あ、やっぱり辞退しよう。あら、おじけづいたの。ま、負ける戦はしないのが賢明よ。アイドルなんて言ってもやっぱりガキンコよね。心も度胸も体も。
はあ？どうせミス八校に選ばれようもない人たちだし、辞退でいいんじゃないですか。強気だな大谷さん。あんたは選ばれるってわけ？こんないびきまじい。なーに、いびきって意味わかんない。見た目も頭も言葉遣いも悪いのね。こっちはあんたのせいでどんな目にあったと思ってんの。カチンってきた。あら、あたしと勝負しようっていうの？無駄だからやめときなさいって。あなたの友達にも忠告しとくわ。どうせ負けるんだから今のうちに逃げた方がいいわよ。逃げるですって？なんであんたから逃げなきゃなんないのよ。確かに前は逃げたけどね。だからこそよ、リベンジ煽られてるんだよ。喧嘩売られて黙ってらんないっしょ。ねえリセちゃん、ナオト君、逃げるなんてできないでしょ。いや、ここは逃げるが勝ちということもあるぞ。え、僕もですか？そんな簡単に挑発に乗ってどうするんですか？無理です。水着なんて僕絶対無理ですから。逃がさない。さて、これは面白い展開になってきましたね。ミスコンを陽介幹事と一緒に客席で見ることにしたということで、ちょっとここでね、また鼻が出てきたんでごめんなさいね。はい、すいません、ちょっとまた、鼻整えておりました。じゃあ見ましょう、ミスコンね。文化祭2日目のメインイベント、正真正銘ミス八校コンテスト、審査が続いています。聞こえますか、この歓声が。では次の方、2年2組里中千恵さん、どうぞ。あれ、水着じゃないじゃん。では自己PRをお願いします。性格はおとなしくって、好きな食べ物はプリングです。ちえちゃん、嘘はいかんよ。嘘は嘘つけ、肉だろ。ありがとうございました。続きましては同じく2年2組天城ゆき子さんです。こんにちは、天城ゆき子です。ゆきちゃんも私服できたんだね。なんだかんだで水着が着ないのかな。家は旅館を経営しています、天城屋旅館です。近くへお越しの際はぜひお立ち寄りください。宣伝しちゃった。日帰り入浴もできますので、どうぞごひいきに。あ、いいね、日帰り入浴ね。はい、ありがとうございました。続きましては、なんとこの人、1年2組久慈川リセさんです。リセチー、こんにちは、久慈川です。リセチーですって言わずに久慈川って言ってるところがなんかいいね。この町に来て日は浅いけど、とってもいいとこでリセチー幸せだよ。アイドルに休業中でごめんね。リセチーも頑張るから、応援よろしく。いや、リセチーは強いな。嬉しいですよ。ありがとうございました。続きましては、噂の転校生、1年1組白金直人さん。おい幹事、次だぞあいつ。静かに。白金直人です。おっと、直人くん帽子取ったらなんか、なんだろう、バンビみたいな可愛らしさがあるな。こんなコンテストで壇上に上がることになるなんて夢にも思ったことがなくて、その
何を言っていいのか。困ったな。以上の個性豊かな6名で競っていただきます。それでは特別審査員の熊田さんから出場者に質問をしてもらいましょう。特別審査員の熊田です。私を怒らせると不利になりますのでよろしく。千恵さん、彼氏はいますか？な、バカ！ユキコさん、チスの機嫌は？こいつセクハラ親父じゃねえか。やめてよ。ナオトさん、体のくすぐったい部分は？ナオト君、帽子がない方がいいよ。ハンチング帽がない方がね。今度リセちゃんの家に遊びに行っていい？質問じゃないじゃん。さて、ここで皆さんに驚きのお知らせです。何？なんと今年度から本コンテストに水着審査が加わりました。それもこれもこの熊田さんのおかげです。ペルソナ4は本当に昭和臭がするんだよね。昭和のスタッフがガチガチに昭和をね作り上げたって感じのね。では参加者の方々には水着に着替えてまた登場してもらいましょう。ギリギリ平成になった昭和ぐらいじゃない、多分そんぐらいに発売したんじゃないの、わかんないけど。おっと、ちえちゃん。おっさんかよあんた。けどちえ先輩かわいっす。あ、ちえちゃんちょっと取れなかったな。すいません。いや、ゆきちゃん、ゆきちゃんさ、なんか和服だと胸がどうのこうの言われてたけどねえ、全然そんな感じに見えないんだけど。これ叩かれるな。むしろありがたいよな。おお、天城先輩、俺の思った通りの人っすよ。お腹周りが全然違うよね。いや、リセチはね、前中テレビでね、見たからね。いや、リセチ。来た来た。何がすか？漢字全く反応しねえな。あれ？白金さん！出てきませんね。残念ですが、白金さんは急遽棄権ということになりました。あら、まあいいわよ、棄権しても。ライバルが減ったのはいいことよね。ああ、やっぱそうなんか。残念だったよな、漢字。え、いや、そのまあ、そうっすね。けど、一次審査に出ただけでもあいつ頑張ったんじゃないですか。感じ優しいな。そうだよね。まあとにかく投票しないとな。お前誰に入れる？え、誰に入れようかな。ここ直人君に入れてこうかな。リセちゃんに入れてもいいんだけどな。直人君に入れようかな。ちえちゃんとね、ゆきちゃんのはちょっとね見すぎちゃっててね。あの夏のイベントもあったし、海でもね見たし、リセチは前中テレビと海か。ここはちょっと直人くんとのコミュを稼ぎたいから、ちょっと直人くんにしよっか。いい、それありなの？お待たせしました、集計の結果が出ました。ちょっとね、波風立てたくないんだよ。優勝結果ですが、
男性票は大きく分かれました。ご意見もそれぞれの参加者に熱いコメントが送られています。一方女性票はある参加者に集中。これによってトップに躍り出たのは誰？ナオト君ぐらいの。優勝は白金ナオトさんです。やっぱり彼女の金星的な魅力が多くの女性のハートを離さなかったようですね。まあ確かにそうだよね。では白金ナオトさんの表彰をと言いたいところですが、白金ナオトさんは現在まだ席を外しております。出ないのに優勝か。まあしょうがないよそれは。なんか笑える。ナオトに負けちゃうとはな。女子の票が必要なら仕方ないか。まあの人たちにはうちらが勝ったってことでよしとしましょうよ先輩。その順位付けは出てこないのか。私この私が美しさで負けるなんて。いやそのさ審査員の出てる人の年齢とかにもよると思うよ。もうちょっと高い年齢層の人とかだったら もっとばらけると思うよ。吉舞先生あたし悔しい。あたしもよ大谷さん。柏木先生同じ高校生同士が審査するんだから。ミス立ち高コンテストが終了した。そりゃそうなっちゃうよ。柏木先生もうちょっと考えないと。あ、お兄ちゃん。あ、ナナちゃん。おお、見つかってよかった。あ、いいね。堂島さんも来てくれると、こういう感じでさみんな来てくれるとなんか嬉しいよね。県庁への出張があってな、帰りが明日になりそうなんだ。せっかくのお前の学校の文化祭だ。俺もナナコと楽しみにしてたんだが、すまんがナナコだけでも連れてやってくれないか。じゃあナナコちゃん、私たちと一緒に回ろっか。いいの？じゃあすまんがよろしくな。いってらっしゃい。おうナナコ、楽しめよ。堂島さん、くわえタバコだけやめよ。ナナちゃんの肺にも良くないし。ね、ナナ今晩うちに泊まりに来ない？ゆきちゃん、今なんて？旅館で打ち上げ？いいんすか？うん、前に約束してたから。君ら打ち上げっていう頃文化祭の準備してないじゃん。まあ、ミスコンに出たのはあれだけどね。おお、やったぜ旅館。温泉卵食べられる？あ、おじいちゃんに電話しないと。一泊ですよね。おじいちゃん子ってとこもな、みんな一緒で楽しいよ。ね、おいでよ。いいの？うん、せっかくだし甘えようか。七子が決めろ。温泉温泉。ひどいな。せっかくだし甘えようぜ。ならない？まだシーズンでしょ。今年はお客さん減ったし、それに空いてる部屋もあるから。空いてる部屋って山のあのが泊まってた部屋じゃないの？そっか、ならいいんだ。絶対そうだよね。なんかユキコのとこ泊まるの久しぶり。いわくつきの部屋でしょ絶対。今日はみんなで天城旅館に泊まることになった。ちょっとやめて、そういうの怖いから。アメゲール館の一室。みんな一緒の部屋じゃないかもね。そりゃそうだろ。いや、いいね、この浴衣の衣装の。これも衣装に加えられないのかな。隣ならまだ許すけど、遠くへ行ってしまったクマ。空いてる部屋あんまないらしくて、あいつらは別の階になったって。ナナコちゃん連れて早速風呂行くってさ。ここ、こういう子
何遍も入る趣味ねえし、寝る前一回行きゃいいっすよね。だな。ところでこの部屋どういうことなんすかね。結構常部屋みたいなのに。やっぱお前も気になった。普通シーズン中に開かねえよな、こんな都合よく。この部屋すごく和風のさ、美しいさ、造形があっていいよね。あえてスルーしてたんだけど、まさかここで何かあったとかか。何黙ってんすか、先輩ら。そういやさ、電話が鳴っている。 いきなり鳴るね。しかしか、カンチ出てみ。な、何ビビってんすか。カンチの手が震えている。はい。あ、そっすか、どうも。旅館の人からでした。露天風呂今なら結構空いてるらしいっす。素晴らしいサービスだな、天城屋旅館。嫌な汗かいた。じゃ、流しに行きますか。10月30日か、まあまだそんなに寒くないかなと。クマ、みんなとお風呂楽しみだな。みんなで同じ方向いて背中の流しっことか、富士山見ながら歌ったりするんでしょ。だから昭和でしょ、それは。それは銭湯だと思う。そんな恥ずかしいことしたくない。同じく楽しみだ。まあそれは銭湯だと思うよ。いやー、それにしてもこっちは楽しいことばっかり。クマよ、これも先生がクマのところにみんなを連れてきてくれたおかげだよね。ありがとう先生。クマは感謝の眼差しで見つめてくると、今日は本当にあんまり長時間できないね。今回はクマコミのランク8に上がったと。サマリカーム、スキルがいっぱい。味方一体の戦闘の状態を HP 最大で回復する。これかな。リカームを捨ててサマリカームを変えましょう。クマもね、ちょっとレベルアップしてあげたいけどね。おい、エレベーター来てっぞ。あ、ムービーか。すっごい、露天広い。やっぱリセチが広いんだな、こりゃ。こっちおいでよ、広いよ。いや、ナオト君、そりゃずるいな。はい。健康診断でね、バレちゃったからね。ナオトって肌すべすべ、触っていい？あの、ほんとツルツル。いいなぁ、色も白いし、髪もサラッサラでさ。余分な肉も全然ないし。ちょっとどこ触って。ななこちゃん。こんな風によそで泊まるのって平気？怖くない？楽しいよ、いつも一人だから。お兄ちゃん帰ってくるまで。これ寂しいよな、お兄ちゃんがいなかったらずっと一人だもんね。そうか。まあ、ナオトもそうだったんだろうね。留守番上手なんだ。一人の時は知らない人が来ても玄関開けないとか
守れるよ。そっか、偉いな。知ってる人がいたらどうすんだよ。ねえ、ななこちゃん、泳いでみる？いいの？私、小さい頃から泳いでるから。今も泳いでるの？否定しろよ、ユキコ。じゃ、あっちの縁まで競争しよう。負けた人がフルーツ牛におごり。私、ラムネがいい。ちょっと、私も？まったく、君たちは。次、死んだ人の真似。広々クマ、クマかき披露してやるクマ。あいた、って、ええー、あんたら。さて、お決まりのパターンだね。アニメとかでよくあるパターンね。なんでおめえらが。こっちのセリフ。さあ、ちえちゃん、これはあれじゃないか、ボコスカタイムじゃないか。状況最悪でここはリーダーとして居残り指示撤退だ。撤退第3クマ。後々の関係が覚えてろよ。大変なことになっちゃうから。後で制裁が必要ね。すごい、いっぱい当たってた。お姉ちゃん、うまいでしょ。見られたかな。いや、リセチの子供に対するさ、声かけいいね。あ、この時間、ここ男湯だった。時間、間違えちゃった。ゆきちゃん、ここで天然は。あははって、マジかよ。なんか、あいつらに悪いことしちゃったかな。どうします？言わなきゃ平気だって、内緒。やっぱりリセチが女の子グループのリーダーみたいになってんな。ナナコちゃん、もう一回競争しよっか。浴衣に着替えて部屋に戻ってきた。腰巻きタオルを手に入れた。ちくしょう、さっき確かめたけど、あの時間の露天は男湯だったぞ。ヨウちゃんのこの服めっちゃ似合うよね。ひでえよあいつら。ヨウちゃん首が長いからさ、セクシーなんだよね。なんかクマの頭がデコボコしてるな。それタンコブだな。お前タンコブできてやんの。なあ、お前らさ、見たか。いや、何も。ちくしょう、いいことなんか一個もない人生。もう寝よ。マッター先輩、なんか聞こえないっすか。ね、今の聞こえちゃった。まさか出たすかね。出た？何が？そんな、まさか。ここ死んだ山のアナが泊まった部屋っすよ。お袋が言ってました。ああ、言っちった。そのことをうまいこと忘れてたのに、お前言っちった。そうか、それでお札か。天城の野郎、知っててここに通したな。ちくしょう、風呂の仕打ちといい、やられっぱなしじゃんか俺ら。おわー、こんなんじゃ寝らんねえよ。決めた、ゆきちゃんとこ行く。みんなの寝顔見ながらじゃないと安心して寝れないですから。寝顔って寝室入り込む気かなの。おい、どうする。行こう。決
切断早っけど、ほんと無理だってこの部屋怖いもん。オッケー、寝起きドッキリ、よーそろー。いくたちの部屋に忍び込むことになった。怖いもん。みなさん、おはようございくま。寝起きドッキリ、もたい寝込みドッキリ、リポーターのくまくま。くま、ほんとになんか変幻自在だな。お前、いつの間にそれ来たんだよ。なんとなくないとおわんなので、持ってきてるんです。そのしゃべり、もういいよ。お、櫛です。長い髪の毛がついています。お前、意外にやる気だな。林間学校のリベンジっすよ。おお、いいこと言うじゃん。よし、俺もがっつりリベンジ。これは歯ブラシです。やっべー、なんかドキドキしてきた。なんでだよ。けど、ナナコちゃん大丈夫。ナナコちゃんは寛大な子。まあそうだな。リベンジに巻き込まないように、起こさないようにしろよ。お、いよいよお布団に到着。よく寝てます。失礼しまーす。ゆきちゃん、お化け怖いよ。よし、俺だってな、お、男見せるぜ。さ、里中先輩、優しくしてください。あれ、布団足りなくね。ちょっと、なに。いやー、やっぱりそっち系の人でしたか。もう、あら、やだ、君たちそういうことだったわけ。もう、言ってくれればいいのに。いけない子たちね。出た。あ、いや、さ、触んなって。さっきまで二人で泣いてたのよ。魅力のわかる男がいないって。いいわ、いらっしゃい。その代わり、誰にも言っちゃダメだぞ。カモン。怖いよ。あってはならない体験をしてしまった。おとなしく部屋で休むことにした。あー、気持ちいい。やっぱ24時間お風呂入れるって最高だね。ななこちゃんはぐっすり寝てる。そういえば、隣の部屋に柏木先生と大谷さん泊まってたよ。びっくりしちゃった。仲いいんだね。時々泊まりに来てくれるんだ。辛いことがあると泣きに来るみたいで。へえ、やっぱ直人君にコンテストで負けたのが悔しかったのかな。その話はしないでくださいよ。まあ、あの二人いいコンビだよね。あんたたち4人もいいカルテットだと思うよ。天城旅館での夜は更けていく。さて、お、選択肢どうだろう。ここに一応新しくセーブしとくか。さあ、56時間、だいぶやったな。ああ、11月までやろっか、とりあえずね。天城旅館から早々に引き上げてきた。今日は文化祭の代わりの休校日だ。手がかりがつかめない今は事件の起きを待つしかないと。また連絡来んじゃないの？ピピ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 って。お、電話だ。陽介からだ。助かった。出てくれると思ったぜ。お前今日暇だろ。頼む、ちょっと付き合ってくんねえか。お、オッケー。陽介かなり焦っているようだ。今日ジュネスでハロウィンフェアなんだ。準備全然できてなくてさ。飾りはあるけど、チーフいなくて誰に頼んでいいかわかんねえんだよ。
お前以外頼めるやついないんだ。本当お願いします。いいよ。おっしゃ、オンに切るぜ相棒。じゃあフードコートでな。ようちゃんは大変だな。ジネスに行ってみようか。学業と仕事もしてんだからね、ようちゃんはね。ジネスフードコート。陽介と二人で懸命にフードコートの飾り付けをした。腰ってようやく終わったぜ。早いな、遅すぎる。こっちも終わった。早いな。そりゃもう庭ですから、ここって。なんだよ、そっちも終わってんじゃん。にしても似合ってんな、お前。板についてるっつうか、そっちが普段着ってレベルだぞ。任せろ、仮装は着てない。陽介も着ろ。いや、任せろ。どういう自慢だよそれ。いやでも助かったぜ、ありがとな。ま、あれがいりゃお客は。楽しそうだな、あいつ。なんかご当地なんとかみたいになったけどな。ご当地いるからみたいになってんだ。あれ、陽介くん、ちょっとちょっと、どうなってんの？あ、チーフ、お疲れ様っす。ハロウィンフェアの飾り付けなんすけど。え？あ、やだな、陽介くん。あれ、とっくに中止になったでしょ。は？あれ、中止決まった時の朝礼、陽介くんもいたと思ったけど。朝だしぼんやりしてたかな。まあ片付けよろしくね。え、こんなにやったのに。すごいね、これ。陽介くんたちが飾り付けたの。こんなに頑張ってくれるならやればよかったな、ハロウィン。やろうよ今から。見ないでくれ、そんな目で俺を見るな。陽介に謝られ、お礼の品を渡されてから家に帰った。お礼の品の中身は使わなかったハロウィン仮装だったと。陽ちゃん、今日寒いね。それでは次のニュースです。環境を考える会代表の香西氏が市内の小学校を訪れ、霧の影響を現地調査しました。来るぞ。稲葉市ではここ数年頻繁に濃霧が発生していますが、原因がよく分かっていません。市内では霧の原因について憶測が飛び交い、体への影響を不安視する声も上がっています。ですが市は霧が人体に害を与えることは考えにくいとしており、殺人事件等による住民の不安心理の表れなのではとの見方を示しています。これを受け香西氏は事実関係をはっきりさせるため現地の小学校を訪れました。霧の中でも元気に遊ぶ子どもたちに体調や心の不安などについて尋ねたということです。あ、この人学校に来たよ。調査を終えた香西氏はコメントを発表しています。現代は些細な環境の変化にも目を配り、政治に反映させていかなければならない。今日私はある生徒と話したが、その子は風評に惑わされず自分の言葉で話していた。本来は我々大人こそがそうでなければならない。我々は常に子供たちの未来を管理する必要がある。管理ね。まあでも我々がそうでなくちゃいけないって言うけどさ、その風評っていうのがさ、結局のところその真実が含まれてないとも言えないからね。香西氏はこう述べました。集まった保護者たちからは拍手が上がりましたが、一方で選挙に向けた人気取りとの票もあり。まあそうだよね。ニュースが続いている。カシュ、頭痛い。あ、奈々子の顔が赤い。風呂でのぼせたか、奈々ちゃん。ひどい熱だ。とにかく休まさなければ。わ、これは困ったな。
ナナコに薬を飲ませ寝かせた。ね、お兄ちゃん。なんだい？お兄ちゃん、春になったら帰っちゃうの？もうすぐ冬になっちゃうね。しょうがないんだ。雪が降ったらお兄ちゃんと雪だるま作る。いっぱい遊ぶ。春までいっぱい遊ぼうね。ナナコは眠ったようだ。後でナナコのベッドに寝かせよう。ナナちゃん、でもテレビには映らなかったのか。文化祭も終わったし、これからは本格的にウィンターがやってくるな。ウィンタースポーツのシーズン到来ってわけだ。特にフィギュアスケートが人気だよな。女子体育の時間なら英語の問題だ。人形が好きそうなテリオン。フィギュアスケートのフィギュアはどういう意味か答えてくれ。図形、人形、立体。人形じゃないの。正しいと思った答えを選んだ。違う、フィギュアスケートのフィギュアは図形という意味だ。あら、もともとフィギュアスケートはスケート靴で水、表情に指定された図形を描く競技だからな。フィギュアってきっと人形かと思っちゃうよな。選手も人形のように美しいしな。騙された。人形がどうのこうのとか言ってたからさ、ミスリードか。ナオト君とコミュ1回だけできたらやって帰ろっかな。終わろっか今回は。こんにちは。うん、なんだか慣れませんね、ここで会うのは。ただ僕に取れたカードの件は特に進展ありません。立ちの悪いいたずらでしょう。お手を煩わせてすみませんでした。ナオトは冷静なようだが、放課後ナオトを送っていこうか。うん、ちょっと目も痛いしね。まあ今回はね、ナオト君送ったら終わりにしよっかな。うん、さて、実況もニュース見たか。みなぶの君のこと言ってたよな。気にしても仕方ないけど、まあなるようになっか。あ、分かってます、あなたもそうなんでしょ、と。うん、寒いね。去年はこんなに寒くなかったのに、今年の冬結構寒くなるらしいよ。冬も切り出るのかな。はぁ、鼻凍りそう。楽しかったよ、文化祭。委員は大変だったけどやりがいがあった。でも忙しすぎてあのことは全然絡めなかったぜ。試合に負けて、試合に勝って勝負に負けたってこういうのを言うんだな。あの子って誰なんだよ。あ、そっか、あの屋上の子か。今まで軽い気持ち女と遊んでたけど、今回ばかりはマジ告白してきたんだ。そんな返事待ちの真っ最中、どう思う？大丈夫なんじゃない。来たな、根拠です。でもサンキュー、なんとなく結果分かってたんだ。クラスの奴らはいい加減に文化祭を過ごしたみたいだね。特に問題も起こさず、いい加減にか。楽しかったようだよ、僕なんかいなくてもね。いやー、またちょっと目が痛くなってきちゃったな、ごめんなさいね。今日特に体調が悪いな。今年の文化祭はいろいろあったわね。母さんも見に来てたんだけど、あれやら熊田さんのファンでね。うん、ジュースに見かけたら一日はしゃいでるのよ。まあ確かに熊田さんはかっこよかったけど、今日もよかったね、人気が出てきて。大谷さん、あ、何よ。大谷さんのセリフが、あいか、目がもうちょっと限界ですわ。ナオト君いけるかな。大丈夫大丈夫、先輩はきっと笑ってくれる。先輩が笑ってくれるなら私あの人と一緒でも笑える。頑張って図書館に久しぶりに行ってきます。屋上行くか。ちえちゃんが言って、10位目指してる子。10位目指すのやめたら急にどうでもよくなっちゃったと。で、自習と、教室と一回行こうか。いやー、これはまずいな。遅いかもしんねえけど、小遣い与えて買ったよ、ガスマスク。やっぱねえと不安だよな、隣のおばあちゃんも言ってたしさ。買っちゃったか、とうとうそういうの。体も寒いけど心も寒いな。文化祭の手伝い断られちゃった。辰巳くんそういうの嫌いなのかな。大体によく言ってるっていう噂なのに。あ、頼んでたものもしかして見つかんないと。なんだよ、漢字ラブか。人の話ばっかりで自分はどうなの。
って言われちゃいました。友達になんて言うかな、私自分はどうでもいいんですよね、うん、他人の方が面白いし、気楽だし、一人の人と関わるって大変です。ああ、卑怯者なんですよね。前から気になってたけど、この霧やっぱおかしいよね。もしかして、いや、非現実的だよね。ああ、帰りたくないな。この子いい子だと思ってたのにな。すごい人生悩んでる子になっちゃったな。やべ、鼻水とあれが止まんないよ、涙が。これ花粉症かな、どう思う？結構絶望だよちょっと待ってね、マジで。うん、うん、ちょっと調整してました。昔家の周りって何もなかったんだ。外はどこでも絶好の遊び場だった。ボールを食えとかフルタイヤの山だとか、毎日ワクワクしながら過ごしてたな。あんな気持ちを忘れたくないから、僕まだラジオ作ってるのかもね。うん、先生たちがいろいろ噂してました。何でも小学校にすごい子がいるとか、近藤先生も褒めてたみたいです。どんな子なんでしょう。まあ奈々ちゃんだってだから、空気かい。大堀うさ話してるね。聞いてマジ最悪なんだけど。何々どうしたの。今日サッカー店前でジュース買ったのよね。そしたらさ、あったかいの。え、だから冷たいって書いてあるのにホットで出てきたの。あんた知らなかったの。あそこの自販機信用しちゃダメだって。うー、与えて出てきたジュースも5本とも全部あったかいし、家で冷やして飲むしかないんじゃない、ご愁傷様と。うー、もうあそこでジュース買わない。なんかこう亡くなったところでそういうことをこうね、やだな。まさかこんなに怒るとはね。展示に興味ないから待ってる間ちょっと時間潰したかっただけなのに、もうめんどくさいな。信じらんねえ。聞いてくれよ、こいつ合コン喫茶なんかに入りたがるんだぜ。俺がいるのにどういう神経してんだよ。ったく、まあ気持ちはわかるな、ちょっとな。今日は師匠に褒められたっす。俺明日も頑張るっす。あ、そう、オクトパストラベラーのね、体験版もやんなきゃいけないんだよね。あのさ、ビフテキって好き？好きだよ。そのあんまり食べない方がいいかもよ。ここだけの話、変な噂流れてるんだ。ビフテキは偽物だとかなんとか。あー、偽装か。うん。さ、待ちんで、あー、出ようか。ナオト君以外とは喋ったから、とりあえずまあ、ナオト君と、ね、今日はコミュを高めて、で終わりましょうか。お引っ越しの準備があるから早く帰ってねって言われてるの。新しいとこは楽しみだけど、やっぱりちょっと寂しいな。だからちょっと家に帰りたくないんだ。新しい本が入荷した。ヨウムシ先生最後の授業絶賛発売中。1500円ヨウムシ先生は最後までヨウムシでした。買ってみようか。虫取り超テクニック集だって。昆虫の実用的捕獲術、毒量で虫がさらに多く取れるようになる。ところで発売された本だけど、岩虫先生のラストすごく良かったよ。次回作もって思ったら休室だってさ。あ、男も終わっちゃったし、岩虫先生もしばらく四つ目内さんに通う楽しみがなくなるな。虫取りの新しい実用書も入荷したみたいだし、いっさ男側に転校なんてのも。いや、やっぱり僕は読書一つじゃな。気長に新しい本との出会いを待つことするよ。ダイダラは変わらないよね、多分ね。この人は特にその話のあれが変わる。もう秋か、おめえと知り合って半年以上経っちまったな。ぬ、わしの顔の刀傷は何だと。詳しいことは男同士聞いてくれるな。これもまたわしのアートだと言っておこうか。セリフが変わった。ようやく半年か。いとこ退院したんだ。これでバス待ちでうろうろしなくてもとはいかないんだよな。あいつに言ってやんねえと、たまに顔出さないと寂しがるからさ。小学校の子は政治家に褒められたってね。大したことじゃないと思うんだけど、結構気になる人は噂してるね。ま、話題ないもんな、さすが田舎だよ。まあ小学校の子がね、褒められたって確かにみんな言ってるもんね。文化祭見に行ったよ。坊ちゃん女装してたでしょ。あきゃきゃ、おばちゃん坊ちゃんに票入れたんだよ。今度はご近所さんと一緒に見に行こうかしら。あきゃきゃ。このさ、四六商店のおばあちゃん、いいおばあちゃんだよね。長生きしてほしいな。霧って面白いよね。何も見なくなってて、何も見えない見えない、そうってちょっといいなと。姉貴がさっと飛んでてと怒るんだよ、やけに真剣にさと。総大大学も行く、やることないから、あと虫がね多く取れるかどうかだよね。いいやつが取れるかどうかだよね。翔太君、はっきり言って眉と見るんちゃん、どっちがいいの。
そうだよ、今度の遠足のやつどっちと座るつもり？僕友達と座りたい。なんで翔太くん給食の時前の嫌いなレバー食べてくれたじゃん。うう、帰りたいな。それは食べてくれたじゃんっていうか、なんだろうね。そう、学校給食ってそういえばさ、コオロギをさ混ぜたさ給食がさ提供されているところがあるって知ってました？給食だから避けられないんだよね、それってね。結構きついよね。今本当に食料危機が騒がれててさ、スーパーフードとしてねコオロギがすごく注目されてて、でね、とうとう学校給食にっていう話になってて、ヤフコメが荒れてたね、すごいね。霧がひどくなってきたな。どんどん濃くなっていく気がするぞい。ガスマスクを買う者はいるわ。街を出ようとする者はいるわ。なんでこんなことになってしまったんだ、何かわしい。これ霧でずっと包まれちゃうんじゃないか、もしかしたらこの街が。ねえねえ、聞いたら最近霧が多いでしょ。その理由ね、実は正体は微生物で、繁殖の結果こうやって、稲葉を包んでるんですって。まさかと思うけど、嫌だ、なんだか気持ち悪くなってきた。ガスマスクを買えば安心って誰か言ってたわね。ガスマスクずっと戦争じゃあるまいし、バカらしい。そうかしら。そうですよね。これちょっとまたポストちょっとジガネットシール、新品コースに応募しとこっか。テルベさ、いかに湿気が体に悪いかやってたんだよ。あと日差しが人間にどんなに必要なのかも。何かの実験でネズミがバタバタ死んでいくの。つまりは霧って有毒ってことじゃない。危ないよこの街。だから小学校にすげえ子がいるんだってさ。何がすげえかよく知んないけどさ、おさんとか喜んでるし、アイドル系リセちゃんに引き続きってか、男と男か女の子かもしんないけどさ、霧ってうぜえよな。視界悪いから爆走できねえもん。いや、視界が良くても爆走はダメだよな。時速30キロの法定速度を守る。これが俺のライダー魂ってやつだからな。そしたらジュニアス行くか。アダッチももう多分まだ進まないよね。会場も来た。よし、そしたらあとは河原の人に話聞いて、で直人くんかな。聞いたかい、小学生が政治家に褒められたってって。まあ暗いニュースばっかりだったから些細なことでも嬉しいんだよ。すっかり葉も色づき切っちゃったわね。こうなったら散るのも早いよね。葉が散るのはな、寂しいよね。なんだか一人ぼっちな感じでさ。娘ももしかしてそんな気持ちで落ち葉を見てるのかもしれないね。母屋は最近人がいないんだよ。仲良くやってんだと思ってたけど、広い母屋で一人じゃ寂しかろうな。案外一人を楽しんでいることもありえるからね。今日も奥さんは商売、今日も僕は一人で散歩。あ、こうやってまんねと過ごしてても進歩のない日々。何か始めてみようかな。君も何かして出会いとかあった？あったかな。そっか、やっぱりね、羨ましいな、いい出会いをしたんだねと。いっぱいしてるかな、いい出会いは。関心の小学生がいるらしいじゃない。町で噂になってるわ。でも何をしたのかは知らないの。ちょっと興味あるわよね。あなたは知ってる？知らないかな。あ、ごめんなさい、噂で気を紛らわしたかったんだけど。はあ、直人さんがまさか。はあ、なんだよまさかって。あ、お兄ちゃん、お母さんに、ね、怒られちゃった。霧が危ないからあんまり外に出るなって。それにもう引っ越したからって。やっぱり霧がどんどん濃くなってるっていうのはちょっと気になるね。霧でもう完全に包まれてしまうんじゃないか、この街が。そうなってしまうとちょっと現実とあっちの世界がつながってしまうんじゃないか。どうもテリオンさん。そうだ、今日時間もらえますかと。そういえばナオトは妙なカードを送りつけられている。送っていった方がいいかもしれない。ナオトとはそろそろ仲が深まりそうだ。よし、送っていこう。そこまでしていただかなくても、帰宅くらい一人で平気ですから。それでも送っていくよ。じゃあお願いします。ナオトは少しほっとしたようだ。いや、ちゃんと実況しっかりしたいんだけどな。これまた、ナオトは手に1枚のカードを持っている。またラブレターか。違います。そんなにのんきな話じゃありませんよ。ナオトはため息をついている。以前テリオンさんから渡されたカードを覚えていますよね。見たところ同じ紙、同じサイズ、差出人の名前もない。ほぼ確実に同じ人物からのものでしょう。
ともかく場所を移しましょう。とうとうあっち側が動いてきたか。サメ川土手。ナオトと一緒にカードを確認した。カードにはこう書かれている。背景、名探偵殿、君の家からあるものを拝借した。ゲームはすでに始まっている。さあ、君取り戻せるかな？回答 X より。どうやら白金の屋敷に忍び込んだのと同一人物の仕業のようですね。すぐに薬師寺さんに送って警察に証拠物として提出してもらいます。回答 X、 バカバカしい。こんなことにかまける暇はありませんよ。何を焦ってる？挑戦から逃げるのか？逃げるっすって。ノートは腹が立ったようだ。やべ、ちょっと怒らしちゃった。屋敷に侵入された逆、こんな挑戦状まで。全てを警察任せにしては白金の名誉にも関わることです。ああ、もうだから嫌なんです。あなたというとどうも調子が狂うな。こんな挑戦状なんて子供じみたもの関わりたくないんです。けどそれじゃ悔しいじゃないですか。一緒に怪盗 X を追おう。当然ですよ、あなたが持ってきたことでもあるし。まったく、よろしくお願いします。ナオトは罰が悪そうにもじもじしている。ナオトと共に怪盗 X の挑戦に挑むことになった。ナオトとの仲がまた少し深まった気がした。まあ多分ナオトくん、おじいさんが多分やってんだろうね。ナオトくんが寂しい思いしないようにさ。ナオトまだ読んだのか。コンセントレート覚えた。使用後の魔法攻撃力が一度だけ2倍以上になる。マジで？敵全体に属性無視。どうしよう。ナオトめっちゃなんかいいの覚えるな。まあ、SP3 回復をじゃあ捨てるか。別にあれがね、あの人がいるから。藤川さんがいるから。そうと決まれば1つ目のカードをもう一度調べてみます。あそこにきっと何かのヒントがある。あ、ですがもちろん空いた時間でしかする気はないですが。僕には他にやることがあるんですから。それじゃあ。ナオトと途中まで一緒に帰った。さて。おかえり。そしたら、あ、買い物行ってきたか。頭ちょっと痛いけど、でも大丈夫だよと。そしたらちょっと外出して、まあ、あと、ナオトくんが、いるかどうか次第だな。伊勢地ってもしかして、あれかな、沖縄市とかにいたのかな、伊勢地は。ありうるな。だからなかなか伊勢地に出会わなかったのか。なんか部長が忙しいとかでさ、最近ずっと一人飲みなのよね。散々僕のこと連れ回したくせにさ、ほんと勝手だよな。気のせいで気分もめいってくるし、今度僕から飲みに誘ってみようかなと。伊勢地なかなか出会えないもんね。あら、いらっしゃいと。外寒かったでしょ。こう冷え込んでくると温泉でも行きたい気分になるわね。近くにいい温泉宿あるのよ。私と一緒に泊まりかけて温泉でも行くなんてね。しかし今日は寒いわね。さて、冥王コオロギ以外のはどこで手に入るんだろうね。夜だから、まあ、アイカでご飯食べても。あ、誰これ。うちのお父さん夜な夜なパトロールって言って夜で歩いてんだけど、最近トンと体調悪くてね、入院した方がいいんじゃないかって説得したんだけど、ガンとして聞かないのよ。お母さんのこともあったし、ほんと心配だわ。お母さんも入院してんだよね。ようちゃんか。そしたらもう河原も誰もいないでしょう。じゃあここはもうセーブして今回終わりましょうかね。11月1日になったということで。家に帰りましょう。さあ、多分奈々ちゃんがテレビに映って、でそっから多分ストーリーが進展していくっていう感じになると思います。この展開でいくとね。あとはまあ明日冷蔵庫の中のものを作って、直人くんとねご飯食べて、直人くんとのコミュを進めていきましょう。もうパーティーメンバーはリセチーは多分もうマックスできると思うから、リセチーがいればね。なかなかリセチーで出会わないからね。どこにいるかって分かんないですけど、多分でもいるとしたら沖縄市の方にいるんじゃないかなと思うんで、バイクに乗ってね、街移動しないとリセチに会えないんじゃないかなというふうに思ったりしております。はい、
ということでですね、今回はこれ終了しようと思います。今日はね、本当に、目が痛かったり、鼻がね、めっちゃ出たりとかですね、ちょっとプレイ前にですね、ちょっとやらかしてしまった影響もあってですね、ちょっと集中してできなくて大変申し訳ございません。他にもね、いろんな動画、やっておりますのでね、過去の動画もですね、翻ってですね、ぜひぜひ、見てみてください。まあ、龍が如くのシリーズもですね、0からですね、6までやっておりまして、まあ、7もね、一応あるんでね、7もいつかプレイしようかなというふうには思っております。そしたらまあシリーズ全部ね、制覇したという感じになるので、タイトル、ナンバリングついてるやつはね。まあでも多分8がもう出てると思うから、まあ8もね、やるかもしれません。で、まあ龍が如くのですね、あと維新ですね。維新は極みとしてですね、リメイクされたやつが一応出てるんだけど、まあ、リメイク前の PS3 版のやつをね、プレイしておりますので、そちらもね、ぜひぜひ見てください。あとね、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストとかのメジャー系のやつがね、実はあんまりやってなくて、テイルズはね、ちょっとやってるんですよね。ベルセリアとか、あと何だったっけな、エクシリア、ベルセリア、グレイセスのイフもちょっとだけやってるんだけど、まあ、あとはシンフォニアかな。プレイしておりますので、まあ、シンフォニアはね、この間リマスターで出て、まあ、ちょっとスイッチ版が叩かれてるんですけど、まあ、いい作品だったので、そちらも見ていただけると嬉しいかなと思います。ただ私は結構ね、グレイセスのですね、あのドロドロ感もですね、好きですけどね。うん。まあ、テイルズの中でも結構ドロドロしてる作品だなという気はしますよね。まあ、グレイセスじゃなくて、その、エクシリアに出てくる、ね、ミラというね、主人公、ダブル主人公でね、ジュードとミラというのがいるんですが、そのミラという主人公がね、めちゃくちゃ、印象的なキャラクターで、やはり、まあ、歴代テイルズプレイした中の女性主人公という主人公の中でも、上位に入るかなというふうに思っております。まあ、アビスのですね、女の、なんか魔導士の人も結構ね、ヒロイン、印象的だったなと思ってる。で、アビスはクリアしてないからね、アビスね、リマスターしてほしいなって思ってますね。うん。まあ、そんな感じでね、いろんなゲームやってますし、まあ、洋ゲームね、やってるし、スカイリムとかもやってるんで、まあ、面白いゲーム見つけたら、ぜひぜひ見てください。ゴースト・オブ・ツシマとかもね、結構前にやったんだけど、やっぱあれ、名作だね。今見てもやっぱり、しっかりしたゲームですし、面白いなというふうに思います。ただはい、それではですね、他にもいろいろゲームやっておりますので、ぜひぜひですね、チャンネルの中から面白いゲームを見つけていただいて、新しいゲームをね、知っていただくと、まあ、面白いかなと思います。ね、まあ、シャーロック・ホームズの推理のやつとかね、結構マニアックなやつもやってたりするので、まあそういったのもね、見ていただくと面白いかなと。あとね、映画の感想とかね、まあ、なんていうかな、気になる、ニュースとかについても喋ったりしてますので、そういったのもぜひ見てください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。